ボートレース住之江の今回で20回目のブルースターカップ5日目の注目優秀争い準優勝戦は2つ目で第10レース6号艇動いてまいりました堤のボール、その後ろに千二さんであとは4号ですが、さあ堤がどのあたりからでしょうか。現在細かい堤の雨がパラついています。競争水面上で風は吹いていません。穏やかな競争水面です。1分前1号艇で岡村雅史、さあ今回予選3位通過、地元連続優出へ向けてここ人気の中心、その横に2号艇で北野照樹、2場所連続優出なるかとなっています。そして6号艇でしょうか堤昇、昨日は見事な勝負がけを見せました。1、2、6、そして3号艇の石倉陽子を引っ張るでしょうか。今回住之江初優出なるか。4号艇小野達也、地元6回目の優出に挑戦。そして5号艇の鈴木博士、今年は目下13優出 V3 14回目の優出なるか。1、2、6、3、4、5の3対3、進入体系固まってまいりました。スタート展示通り、さあここは地元期待の岡村雅史が負けられない。準優の第2弾の第10レース、1番2番6番3番4番5番の3対3今スタートしていきました。さあコーススタートはインコースから4コースあたりまでの1番2番6番3番といいスタート。まずは逃げる1号艇の岡村を刺してくる2号艇、ややキャビった真ん中6号艇、後ろ4番5番ですが、さあバックスイッチは力強くインから押し切った。ここは人気の1号艇地元岡村雅史、そして今度2番テラスには6号艇の堤と3号艇6番3番接戦状態、後ろで5、2、4の3艇が並んでいます。なおスタートは正常でした。ラインタンマークは先頭で1号艇の岡村で、2番テラスには3号艇の石倉陽子を回って、後ろで6号艇5号艇接触で、ここで3号艇の石倉陽子が2番手、そして今度3番手にはわずかに5号艇の鈴木が上がってレースは2周目へと入ります。先頭だけが早くも抜け出した。ここは1号艇の岡村雅史が圧勝、そして現在の2番手には3号艇の石倉陽子、そして3番手の水が2周目で出したマーク、突っ込んできた2号艇の北野照樹、さあ仕返して5号艇と6号艇ですが、さばいて5号艇の鈴木博士が3番手、現在上位が奇数艇の135ですが、今度は3号艇と5号艇2番手3番手の差が1艇身から2艇身差、そして2号艇6号艇並んで最後方の4号艇が遅れています。ラインタンマークは先頭1号艇の岡村、2番手3号艇の懐を合わせてくる5号艇の鈴木ですが、さあ3号艇わずかに膨らみましたが、3号艇の石倉陽子、しかし一定心で5号艇の鈴木が追い上げてまいりまして、最終周回へと入ります。現在3号艇の石倉が2番手を踏ん張っていますが、3番手から5号艇の鈴木博士、最終周回で第3マークでは3号艇の石倉が回った懐、5号艇の鈴木博士が攻めてまいりますが、ここは2番手3号艇3番手5号艇上位奇数艇が135、その後ろは2号艇の北野照樹、あとは6号艇4号艇の順になっています。最終ターンマークを回りますが、先頭が1号艇岡村がしっかりとイン逃げ圧勝で地元連続優出、そして2番手で回る3号艇の石倉、懐を攻めて5号艇ですが、3号艇の石倉が今回住之江初優出、3番手5号艇135となっています。先頭1番ゴールイン、3番5番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、4番がゴールイン。